面白いこれ。たくさんの競技を開催されるんですけれども、今日はもう見てわかりますよね。ラグビーにチャレンジします。夢を感動を感動を未来。では改めて、競技の説明をお願いします。はい、ラグビーは他の球技と違って丸いボールじゃなく楕円形のボールを使ってやるスポーツです。そうですよね。もうこの形が本当に特徴的で、あ、よろしいですか。はい、意外に軽いですね。そうですね。ただこのボールは大人が使う大きいボールじゃなくて、小学生が使うちょっと小さめのボールになってます。へー、いやー、手触りとかもなんかドキドキしちゃいますけど、特徴的なこの形ですよね。で、このボールを使ってどんな風にプレーしていくんですか。ラグビーはボールを持って走るスポーツなんですけど、その味方にボールをパスするときに前に投げちゃいけないという大きい制約があるんです。じゃあどうやってゴールに向かっていくんですか。そう、横に並んでいくか、もしくは後ろについて走っていきながらパスを後ろの人に放るようなイメージで、ボールを走って相手の陣地にトライをする。そのために途中でボールをパスしたり、逆に相手の選手か相手のプレイヤーがボールを取りに来る、争奪がまずあるんですよね。この佐野っていう文字がそのまま相手に向かってくる。すごい、やば、面白い。これたったキャッチボールだけだけどめちゃくちゃ面白い。せっかくなのでこんなジャージを着てみてはどうでしょう。ちょっと待ってください。これ佐野丸がラグビーやってます。佐野丸のラグビーウェア。そうですね。やだ、かわいい。後ろは、あ、2020今年の国体用のやつですね。そうです、はい、じゃじゃーん、ということで着させていただきましたよ。じゃあ早速この後練習してみます。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。行きます。はい、押されてあげて。はい、おすごいじゃないですか。見ました。私抜けそうです。抜けそうです。抜けちゃいます。いい当たり。やった、ありがとうございます。OK。 はい、取られないように。手はぐ。おお、あ、取られちゃった。もう一回取ろう、もう一回取ろう。はい、はーぐって、はーぐ。じゃあ行きましょう。実践、早速やってみましょう。頑張るぞ。オッケー、行こう、行こう。あ、取れ。はい、タグ。ちょっと早い、早いよ。早い、めっちゃ。そうだ。取って、取って、取って。キックみたい。パス。パス。練習全然しないような人がちょっと外でできるもんじゃなかった。練習あるのみ。そうですね。ラグビーは球技の中でもチームの人数が15人と多い方のスポーツになるんです。多い人数の中でプレーをする。で、広いグラウンドを使ってやるので、それぞれが役割が明確になってくる。体の大きい選手から体の小さい選手まで、それぞれが活躍のできる場が得られるというのが大きな特徴です。子どもたちにラグビーを教えるということを通じて、自分にとってのライフワークになるような存在かなと思って関わっています。仲間を作るかけがえのないものだと思っています。